7時50分です。おはよう前橋からお送りしております。さあ、ご先じいちゃん、今日のメールのテーマは、今日のテーマは白です。はい、ラジオネームキングヤスさんからいただいています。ヤスさんキング。小学生の頃、学校の帰り道で、うん、白い蛇を見たことがあります。ホワイトスネーク。小先ちゃん見たことないですよね。白蛇はね、うん、あのなんかそういう園というか動物園かなんかで、うんうんうん、見たことあるようなないような。普通はだからないですよね。普通道とかさ、ねえ、ね、庭とかさ。だけどないよ、ね、学校の帰り道で見たんですって。で、金魚さん、うん、白い蛇は幸運のシンボル。そうらしいよ。私がその御利益に預かった、うん、かは分かりませんが、うん、健康で幸せな生活が遅れていることには感謝しています。蛇というと、蛇が巻きついている棒のようなマークが、うん、救急車等に使われています、うん、スターオブライフと言って、うん、世界共通の救急救命のシンボルマークだそうです。あ、蛇がね。おお、この棒はギリシャ神話に登場する名医、アスクレピオス。おが持っていた、難しい名前だ、アスクレピオスの杖のことで、うん、その逸話から医療医術の象徴となりました。救急救命に携わる人々の守り神として祀られている蛇の神様、うん、このような世界の状況の中、どうか皆さんを救ってくださいと白い蛇のことを考えながら思いを馳せていましたと。うん、はー、なるほど。白い蛇ね。そうか、これ人名とかにもね。人名、あとロックバンドでホワイトスネークっていうね、白蛇だよ。そういう名前のバンドがいたけどね。やっぱこう蛇とか白い蛇は使われるんですね。使われるんだね。ねえ、でも見たことないですもんね。見たことないね、うん。私、大田にあるスネークセンターで、うん、すごい巨大な蛇を首に巻いたことはあります。わあ、ひんやりしてた。あの感触はですね、うん、忘れられない。忘れられません。買って帰った。買えませんよ。ペットにしてる。飼い主さんが愛着があるみたいでね。皆さんもぜひ試してみてください、はい、今日は週でお待ちしております。せーの、いってらっしゃいまし。8時24分です。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と古戦カバーデールです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日のメールのテーマはこちらです。白です。はい、ラジオネーム高崎のパパさんからです。パパさん、純粋なイメージがある白、うん、独身の頃白いスポーツカーに乗っていました。え、なんだろう。わー、名前は言えない。白は汚れや水垢が目立ち、うん、綺麗に保つのが厄介ですが、うん、ワックスで磨き上げた時の輝きは格別です、うん、今はガソリンスタンドの洗車機にかけちゃうけど、あの頃は週末天気がいいと洗車ばっかりしていたなと。あ、白いスポーツカーに乗られていた。白いね、スポーツカーっていうと、あれをじいちゃんは、じいちゃんの世代はあの車を思い出すけどね。何？白いスポーツカーって。あるんですか、その男のロマンみたいなのが。何台も残ってないだろうけどね、国内。何のスポーツカーか気になりますけど。気になりますか。映画でもね、ジェームス・ボンドが乗ってたやつ。はあ、うん。もうみんなわかるんでしょうね。はい。ラジオネーム、富岡のアリオンさんからです。本日のテーマは白。私にとって白といえば白結びです。白飯最強説を推進する一品です、うん、私のお気に入りは道の駅田園プラザ川場にあるおにぎり屋さんのおにぎりセット、うん、おにぎり屋さんってちゃんと漢字で書いてあるんですよ。おにぎり、そうそうそう、五だよね、五っていう字だよね。そう、うん、でおにぎり屋さん、はい、おにぎり2個、味噌汁、このものです。うん、川場村さんのコシヒカリ雪ほたか米を注文を受けてから握るので、ほかほかで、一つは必ず塩結び、もう一つはその日の気分でと決めています。ごちそうといっても過言ではないと思います。ぜひお試しあれと。あ、もうね、塩結び基本だね、うん、でもこれは田園プラザ川場にあるものなんですよね、うん、そこがいいんだ。そう、これね、私もまだ食べたことないんですけどね。やっぱ米と塩が違うんだろうな。そう、
めちゃくちゃ美味しいって有名ですよね。おばちゃんの手汗がちょっと入っていやなんか味が増してるんだよ。愛情です。うん、愛情だね。ねえ、こうなんか白むすびってなんであのこうシンプルなのにごちそうになるんですかね。そうね、なんだろうね、続いてラジオネームトゥーポンプスさんからです。トゥーポンプスさん、白いものといえばカルピスです。おう、はあ、今のコマーシャル面白いね。今やってるどういうのカルピスの。あーちゃん見たことない。見たことない、うん、じゃあ言わないでこう。え、楽しみにしとくの。説明がしにくいわかった。今から100年前の1919年、うん、大正8年にモンゴルの参入を参考にして開発された日本で最初の乳酸菌飲料です、うん、そうなんだよね。大正8年、うん、まあ、モンゴルからのヤギの乳でね、乳酸菌つうかの飲料を日本に持ち込んだんですね、はあはあ、発売されたカルピスは原液では非常に高濃度で、うん、そのままの飲料には不向きでした、うん、これはその濃さから常温保存しても腐敗しにくい性質があったからと言われています、うん、私が子供の頃はお中元といえばカルピスセットでした。だね、わかる。昔はね、わかる。使い物に使ったよな。冷蔵庫が普及したことでそのままで飲めるタイプが販売されるようになりましたが、うん、濃さを好みで調整できる原液タイプも販売され続けています。私はかき氷に原液をたっぷりかけて食べるのが大好きです。ミートゥーです。一番好きなかき氷の食べ方です。わかる、わかる。カルピスとカルピスを作るときにできるカルピスバターは館林市にある工場で生産されていて、うん、カルピス未来のミュージアムとして予約をすれば見学することができます、ただし現在は新型コロナウイルスのため見学することができないのが断然残念です、うん、あのカルピスが群馬で生産されていることは意外と知られていないようです。そうですよ、古戦じゃ館林市にあるんですよ。あっち方面ね。そうなんですよ、ね、知らなかった。そうじゃ白といえばカルピスということでね、コロナがあの収束したらぜひカルピスミュージアム行っていただきたいなと思います、はい、では時間です。また30分台でお会いしましょう。8時43分を回ろうとしています。おはよう前橋からお送りしております。さあ、この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と小千里ちゃんでございます。どうぞよろしくお願いします。さあ、ここでリスナーの皆さんにお知らせがあります。はい、はい、3月中旬に前橋市清野町の高崎渋川線沿いに1周450メートルのサーキットを完備したアメージングカート ISK 前橋店がなんとオープンしました。サーキット。そうなんですよ。あのカート操作はね、至って簡単だそうで、アクセルとブレーキのみ。小学生以上であれば誰でも走らせることができるんですって。ルナパークのやつみたいなやつね。そうね。でももっとなんかこう、なんて言ったの、もうちょっと本格的な。もう本当に本格的なものになっておりまして、時速 70km で走行するカートの体感速度はもう本当に最高だそうです、うん、そんなに出るの。はい、もう本格的なんですあら、まるでモータースポーツの遊園地のようだと思います、うん、利用料金はですね5周3000円からあるんです、うん、また敷地内のクラブハウスにはですね談話室でしょ、キッズルームもあって、うん、カート走行に必要なヘルメット、グローブ、こちらは全て無料で利用できるんです。はい、営業時間が平日朝ではないね、平日11時から夜の9時まで、うん、結構遅くまで。そうなんですよ、うん、夜ね、土曜日日曜日あと祝日は朝の10時から夜の9時までとなっておりまして、1日サーキット1日、はい、楽しめちゃう。本格的なやつができたんだ。そうなんです、で今回ですね、なんと
アメージングカート ISK 前橋店様より、うん、M ウェーブをお聞きの皆さんに、そのカート、うん、走れる、うん、無料券をいただいちゃいました。わー、無料券何枚、しかもカート3周分です。3周嬉しい、うん、カート3周できて、うん、それが無料ですね。無料をなんと5名様にプレゼントで、あ、じいちゃんが1枚抜くから4名、そうじゃないか。落ちちゃダメ、5名に、そうなのね。なのでご希望の方は郵便番号、住所、氏名、連絡の取れる電話番号、番組の感想を書いて、うん、メールに 845@maibashi.fm まで送ってください。また件名にはアメージングカートと必ず明記してください。お願いします。応募締め切りはですね、うん、1週間にしましょう。1週間、はい、4月13日月曜日必着となっております。はい。でね、なんか新型コロナウイルスの影響もあって、うん、外出自粛ですよね。そうだね、うん、だけどこのチケットはなんと利用期限ありません。無期限。そうなんです。なので、うん、ぜひ皆さんのご応募お待ちしております。はい、はい、こちらね、以上アメージングカート ISK 前橋店から無料の無料券プレゼントのお知らせでした。走行できるサーキット、はい、はい、うーん、ね、いいですね。なんかすごい本格的で、なんか、いよいよそういうのできたのね。うん、これ私もね、うん、あの自粛がねなくなった時、コロナウイルスが収束したら、うん、走ってみたい。もちろん行く気満々です、うん、じゃあじいちゃんもレーシングスーツを新調しちゃおうかな。え、持ってるんですか。持ってないけどはい、というわけでお知らせでした。ぜひ皆さんご応募ください。では今日のメールのテーマに移りましょう、はい、どうぞ。今日のテーマ白です。はい、今日は白、はい、なんで白なんですか。4月6日だから。はい、語呂合わせです。白。ラジオネームももじいさんからです。ももじいさん、ですね、うん、新型コロナウイルスの騒ぎで気がつかなかったのですが、うん、昨日仕事に行く途中、道でですね、うん、梨の白い花が今年も咲き始めてるのに気がつきました、うん、とても過ごしやすい季節になってきましたね、うん、花粉症さえなければ。そこだよね。3年前に亡くなった母が梨の花の咲く頃が一番いいんだよって言っていたのを思い出しました、うん、今年も甘くて美味しい梨が食べられるかななんて思ったりね、うん、群馬県でも梨農園さんがねたくさんありますが、ね、私の生活している埼玉県も梨の町なんです。うん、埼玉県しかない西玉という品種の梨がとても甘くて美味しいんです、うん、おすすめなんです。西玉の収穫の時期になったらお墓のスタジオにお届けしますね。わー、待ってるよ。月曜日か金曜日にして。本当に甘くてみずみずしくて美味しい梨なんですよといただきました。食べてみたい。梨ね、水分がたまんないよね。ねえ、みずみずしくて。確かにこの4月のね中旬とかはもう梨のお花白いね、うん、あの桜みたいなお花が咲いてますもんね。匂いもなんかちょっと独特じゃないですか。そうだね。うん、梨の花言葉っていうのをちょっと調べてみたんですけど、はい、基本的には愛情なんですって。あ、あるんだ。あるんです。梨かと思った。あ、梨だから。あー、ジジっぽいこと言っちゃった。寒いな。ブルブルだね。愛情なんですけど、うん、こう情熱的な愛情というよりかは誰かにこうそっと寄り添うような癒しの方の愛情っていう意味らしいです。なるほど、ね、優しいね、うん、ねー、だこう春は結構桜って行きがちだけど梅とか、うんね、でもこういう風に梨の花にね、梨の花も綺麗だとね、皆さんもちょっとチェックしてみてください。ラジオネーム、はい、アレルヤハレルヤさんからです。アレルヤハレルヤさん。たまに体のどこかに生えている長い白い毛を願掛けのように抜かずに伸ばしている人っていませんでしたっけ、うん、僕は腕に生えてきたけどすぐ抜いちゃいました。お二人も生えたことありますか。そうか、ないですよ。ジジイなんか白髪だらけで全身もう眉毛もだし鼻毛も真っ白だし、おひげもね、ひげはもう最初からだけど、うん、おじいちゃん面白ですけど、この範囲で、ね、白くなってくるね。ゴルゴ38さんも自分がすぐに白で思い出したのは先日電気カミソリでヒゲを剃ろうと鏡の前に立った瞬間、うん、顎のあたりに白い物体が数本あり、うん、白髪ではない
かとショックを受けました、うん、人それぞれ早い遅いはありますが、何をするわけでもなく自然の流れに任せて染めなくてもいいのかなと思っています。まあね、染めて隠したい人もそっちの方が多いんかな。姉ちゃんナチュラル思考だからもう、うんうんうん、うん、なんかでも若い人でよくこう白髪がちょっと数本生えちゃうって人たくさんいますよね、うん、でもそれってあれ抜いていいんでしたっけ。なんか抜くと増えるって話もあったけど本当かどうか分かんないけどね、うん、うん、いいんじゃないの、うん、なんか個性でいいのかな、うん、ラジオネームちょっとつさんからです。本日のメールのテーマは白ということで、私の住む地域では現在、うん、白い雪が舞っています。え、雪降ってんの。え、だって8時36分にいただいています。どこちょっとさん。ねえ、今日のメールのテーマは白。新型コロナウイルスの影響で東京オリンピックパラリンピックがあいにく延期となっておりますが、うん、そんな中東京2020オフィシャルオンラインショップでは群馬の伝統工芸品として白い高崎だるまが出品されているのをご存知でしょうか。知らなかったです。白いのだって、うん、オリンピックシンボルカラーを取り入れた特別仕様になっています、うん、群馬県からも東京2020をぜひ盛り上げたいですねと、うん、白いだるま、うん、ちゃんとこの模様は描いてあるんだよね。あの模様描いてないやつ欲しいんだけど、あれ手に入んないんだよね、なかなかね。塗る前のやつ、あれ真っ白じゃない、うん、最初の段階の。確かにそれって見かけないっていうか売ってるところ、あれは一般には手に入んないんだと思うよ。やっぱそうなんですかね、うん、ラジオで赤城山大噴火さんです。大噴火さん、みんな大好きケンタッキーフライドチキンの創業者カーネル・サンダースはあの白服装でフライドチキンを売っていたんだよ、うん、そのためいつしか白い服といえばケンタッキーフライドチキンというイメージが定着したんだって、うん、ちなみにあの白い服は当時のアメリカ南部の白人が行事の時に着ていた服で必ず持ってたんだって。白服、牛乳配達の人もね、あの白服着てるよね。あ、そうなの。うん、昔のね、牛乳昔のですよ、うん、映画とかで見たことあるけど、うん、なんかこれ清潔感があるじゃない。確かに、うん、確かにそうですね。アメリカカーネル・サンダースケンタッキーの前立ってないよ。え、ケンタッキーの前にあのカーネルおじさん立ってないんですか。持ってかれちゃうからじゃないのかな前橋でも取られちゃったことあるの知ってる。え、知らないです、うん、あのインターのところですか。うん、うん、中心部にあった頃。へー、うん、カーネルおじさんのことが好きな人がいたんだ。カーネルおじさんが行方不明みたいな。あ、待って、うん、聞いたことあるそのニュース、うん、いなくなっちゃった、うん、どっかのバカがバカって言わないの仲良くなりたくて連れてっちゃったみたいな話思い出しました。ありましたね、はい、ラジオネームエイトママちゃんからです。ママちゃん、うちの息子は牛乳のことを乳乳と言います、うん、牛乳大好きで毎朝飲んでいます。でもヨーグルトは全く食べてくれません。うん、フルーツと一緒に出してみたり蜂蜜を混ぜたりいろいろ食べしてみたんだけどダメでした、うん、私はどちらかというと牛乳よりヨーグルトの方が好きなんですけどね、ということで。飲むヨーグルトだったら飲むかもしれない、ね、あ、なるほど、うん、どうですエイトママさん。わかんないけど飲むヨーグルトちょっと挑戦を。はい、小千ちゃんいいこと言いますね。あ、ちょっと冴えてきたね。冴えてきた。終わりの時間にやっと頭が機能してきたて。確かに終わりの時間にかけて、うん、ラジオネーム太と塾コシタ。コシタ。白と言ったらマヨネーズですね、うん、やつは最強です。自分のコレステロール値が高い原因もあいつだと思います。そっか、マヨネーズ黄ばんでるじゃないあ、確かにちょっとこれ白ではないかそこまで突っ込むなってめんどくさいじじいだなラジオネームパパラッチョさん。パラッチョさん、白で思い出したのはやっぱりマスクです。うん、街を歩いてる人のほとんどが白いマスクをしています、うん、なんか多くの人が白いマスクをしながら街を歩いてる風景を見るととても異常な雰囲気だなと感じます。一日でも早くマスクをしないでも安心して街を歩ける日が来ることを願っています。早く新型コロナウイルス収束してほしいです、うん、いただいて。マスクね、まあこの時期はだけど花粉症の人結構してるからね。まあね、うん、確かに日本はね、まあ慣れてる、慣れてる部分もあるよ。あとはマスクがお家に2枚届きますから。2枚って安倍さんなんかちょっと大きめのマスクに変えたねあれさあの顎が出ちゃうちっちゃいやつはどうしたのなんかあれ、うん、人のコメントで、うん、いろいろ言われて、洗うと大きくなるんですかっていうコメントとかもあって、うん、そうかもしれない。早く届かないかないろんな人がいるはい。
ね、ちょっと届きますからね、うん、試してみたい。ラジオネーム今たくさんからです。今たくさん、子供の頃は雪みたいな真っ白な心なのに、どうして大人になるにつれて黒くなってくるんでしょうかっていう質問が来ています。そっか、まあ、そういうね、まあ、私は生まれた時にはもうちょっとグレーがかってたかもしれないけどもうそんな幼少期の頃から、うん、赤ん坊時代それが黒になってだんだん色が抜けていくという、逆に最近はもう私は真っ白ですよもうこの年になったら。でも大人の方でもね、まだ純粋な方もたくさんいらっしゃいますから、うん、ね、ラジオネーム酒太郎さんです。酒ちゃん、白しらじらしいソヒ、わずかに残った毛は白髪のコセンちゃん。さてコセンちゃんしかわからないかな、白毛鳥何ん飛んで行く、白毛鳥飛んで行く南、あ、こう赤いとこでね、南の空にみじめ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 、小松の親分だっけ、糸白だっけ、どっちだっけ、江口、えストップひばりくん、なんだろう、分かった人、もう何が何だか分からず、ちょっと分からないな、サケちゃんのメール、サケちゃんの後でとことんね話をしようね、サケちゃん、 あとはね、真冬の赤城山、吹雪霧、ホワイトアウト、マジで伸ばした自分の手先が見えない、怖くて動けない、山の奥でなくお店もいっぱいある大沼湖畔で、それで除雪した塊に車で突っ込み、スコップで車の下の雪を必死に覗いて、うん、脱出したことも何回かあります。あ、危険な、ね、うん、目に合ってんだねやっぱりね、うん、あとはハワイのママちゃんからもメールいただいています。ハワイのママ、我が家の長女の初舞台のバレエは、うん、仲良しの白いウサギさんですか、懐かしいは2歳半ですからね、25年前のことですということで、白ウサギやったのね、やったってことですかね、うん、そっかね、あとは、レベッカさんです。レベッカさん、私には白クマという男性のリスナー仲間がいます、うん、男女の友情はないって思いますが、知り合って10年以上、丸々行くと聞けば先にお土産ありがとうと言えば買ってきてくれたり、東京まで買い物に行ってくれたり、とてもいいやつです。なのに彼女ができない、いつか素敵な彼女を紹介される日を待っていますと、レベッカさんからいただきました。レベッカさんはノッコって言うんですか本当は、あ違うか、何何、男女の友情、うん、ね、もうごめん、時間が、時間はないんです、ちょっとないんです、めんどくさいこと言わないでしょ、そうおじいちゃんちょっと黙っててって、そんなわけいかないでしょ嘘ですよ嘘です。ラジオネームルルちゃんからです。ルルちゃん、白鳥パンツに合わせて買った全身タイツは白よ、以前飼っていたオスの猫、名前は黒だったの、名付けた理由は簡単、うん、白黒の猫で黒い部分の面積の方が多かったから、うん、でもね、後でお腹を出して寝てるのを見たら黒い部分より白い方の部分が多かったの、今更名前を変えるのも可哀想なので変えなかったわよと、ね、ブラック&ホワイトに してあげてねえ、うん、ラジオネームまこっちゃんや、そしてダークナイトさんからもいただきました。ダークナイトだ、皆さんメールありがとうございました。どうでした。さあというわけで今日は白というテーマでしたけど、うん、でしたね、皆さん明日もよろしくお願いいたします、はい、さあ皆さん、さあ今日から春の全国交通安全運動がスタートします。はい、はい、年間スローガンは急いでも心のブレーキかけましょうでございます、うんうん、ね、あの明日からピカピカのランドセルを背負って、そうです、エンジンじゃねえね、新学期、小学校1年生、新学年、うん、1年生、うん、歩きますしね、そうだよ、ぼーっと運転してんじゃねえぞってチコちゃんが言ってる、うん、そうね、なので皆さん運転される方も歩行者の方もね、あとは自転車、バイク、うん、皆さん全て、うん、気をつけましょうね、相手のことを考えて行動していきましょう、はい、さあというわけで本日の担当は私ソフィア彩香と真っ白の古戦じいちゃんでした本当に古戦ちゃん真っ白なんですよ、潔白だよまた明日お会いしましょう、さようなら、バイバイ。